スープの次は魚料理です。魚といえばワニですね。ワニはお魚さんなの？水の中にいるから同じですよ。ネズミはやや強引でしたが、ネズミの言う通りにすれば美味しいものが食べられると分かっているトラは素直に従います。凶暴なワニほど美味しいんです。例えばほら、そこで暴れているやつ。ネズミが指さした先では、人間が一生懸命に架けた橋をワニが破壊していました。あれは狩るのが大変そうだね。大丈夫、私も協力しますから。ネズミの言葉を信じてトラは突進しました。なんだてめえ、食ってやれ。えへーんだ、残念、僕が食べてやるんだ。やれるもんならやってみやがれ。そうですね、ならやってみましょう。目が見えねえ、何しやがった。話している間に近寄って目隠ししました。そうすればワニは動けないですよね。さすがネズミさん、小さいだけある。私をいじめてください。目を隠されたワニは仲間に助けを求めましたけれど、乱暴者だった彼を助けるワニは誰もいません。結局彼は美味しい魚料理になりました。さあどうぞ、尾っぽが美味ですよ。綺麗な白身なんだね。鳥みたいな味もする。すごく美味しいけど、でも思い出の味じゃない。仕方ない、じゃあ次に行きましょう。ネズミはさっさと歩き出します。そういえばネズミさん、よくワニの弱点を知っていたね。前もって調べておいたんです。あれは私をかばった人間を襲ったやつだったからと、ネズミはつぶやきました。